いいよちゃうよ。以上です。そしてどうもみなさん、こちらキヨキヨです。よいしょ、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 スカランスやってまいりました。まあタイトルにもね、はい、まあ多分ね書いてあると思うんですけどね、はい、本日2つの議題で、まあ、また新しい試みなんですけど、おうおうおう、まあね、いろんなことをやってみたいなと思いまして、はい、まあ、時系列逆かも。さっきは、うん、まあキヨキヨさんなら足でも勝てる説みたいな。あ、やりました、やりました、クラロ、ね、まあそうですね、結構ちょっと新しめに行こうかなので、今回はクラロはやらないです。おお、やらないで、クラロ画面ありますか。クラロは画面はあるんですけど、一応、まあ、他のね結構実況者さんとかもなんかその一つのことにかあの話をしつつ、うん、なんだろう、そのね、なんか他のゲームのなんかリプレイとかを流したりとかしてるんで、確かに、まあ、そっちの方からまだなんだろう、まあ画面を見つつ、うん、まあ言っちゃえば、まあ実写は一応あるですけど、はい、まあそのゲーム画面のリプレイを見つつ話を聞けた方がまだあれかなと思う。あ、いいですね。勉強しながら、そうですね、雑談も聞ける可能性もある。別に、そうですね、勉強もしながら雑談も聞けるし、はい、なんか画面をちゃんと見てる人は、まあリプレイも見ながら、まあ、あー確かに、あ、それは新しいですね、いいですね、いいですね。ってことで、はい、まあ俺のさっきの マルチのリプレイを流しつつ見てください。はい、二つの議題ですね。まず一つ目、はい、まあ多分タイトルにもあると思うんですけど、はい、まあ言っちゃえば人生のゴールってわけじゃないですけど、はい、まあ一つの大きな目標というか、はい、まあやっぱり結婚するとかじゃないですか。そういう感じで来る今日。そういう感じです。まあ清々さんにはね、あんまりまあ大まかな流れしか伝えてない。はいはいはい、はい、まあ結婚するじゃないですか。なるほど。それでは、まあいつもね、じゃあコウさんとラブラブな感じですけど、まあ今回はコウさんとラブラブな感じですけど、今回はね、まあちょっと彼女とラブラブするにはどうしたらいいか、なるほどね、そちらの方をね、話し合っていきたいと思います。大丈夫、タイトルキヨキヨラブラブな件もなくて大丈夫これ本当に。まあまあそこはこんまあまあ内容ね、内容にとってはね、まあ、そうですね、サムネを作っていきたいと、いやー思いますね。どうだろうな。まあってことで、まずその僕たちがね、彼女、あ、まあこっちリプレイ先に流しちゃいますね。そう、あれあれなのかね、リプレイね、流し忘れるどうしようかな。そう、これでいいかな、とりあえずあ、共有じゃない、オッケー、よいしょ、見ながらね。はい、で、はい、まず話し合うのが、うん、まあ彼女を作るにはどうしたらいいか、どうしたらいいか、何を改善していくべきなのか、まあこのままではね、はい、まず間違いなく、まあ間違いなく 100% ではないんですけど、もちろん誰でも、はい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 、まあただ僕たちのなんか限りなくね、やっぱり彼女ができるには自分から動かなきゃいけないという。いや本当そうですよ。だって、ね、大丈夫ですかこの動画、だって彼女いない2人がトークするって、そういうこと、結論出ない、結論が出ない。だからなんだろう、逆にこの話を聞いて、うん、いやお前らそれちゃうやろってなコメントしてる。俺はなんかもう見て勉強して、見て勉強します。僕からいいですか、じゃあ、はいはい、そしたら、いや僕はね、はい、そのなんだろうね、動いてないんですよね。ああなるほど、シンプルに、シンプルにね、言ったらその、はい、出会いがないって言ってる人いるじゃないですか、はい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 、まあそれ全員そうだと思うんですけど、まあ全員そうというか、はい、その出会いなくはないんですよね。そうですね、間違いないです。てか実は全員出会いもなくないですよ。なぜならば、カフェで隣に座った人もう極論出会いなわけです。まあ確かに確かに、極論ですよ、極論ですね。もう普通に僕の友達とかでも、うん、なんかもうその店員さん、店のその飲食店の店員さんとかに声かけて、うん、今その人と付き合ってるとか、そういうのもあるんですよ。そうなんですよ、マジっすか。結局極論出会いがないなんてありえないですね。そうだから、そう言い訳してる人のその言い訳レベルによってカフェは無理、はい、例えば海に一緒にいる人は無理、はいはいはい、でなんか大学一緒、うん、OK みたいな、はい、そのレベル感、まあ、人によってのレベル感がありますね。だから極論の話だと、はい、そうですよね、もうカフェの横にいる人に話しかければ別に出会いはあるんで、間違いないです、ね、言い訳でしかないと思ってるんですよ。俺もちょっと出会いはないって言ってる時期もあったっすけど、はい、いやまあじゃあよく考えてみたらそれちゃうなと、はい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 、まあ、ということです ね、 ですね。だからそれで言うと僕は、はい、なんかそのアクションしてないっちゃしてないですよ。シンプルに多分それが一番大きな理由説があります、ね、それよくないんですよ。だから、うん、でもどうですかそのアクション、逆にでもライクさん結構イケイケな感じしますけど、やっちゃうよとか言って、あんたやっちゃう。いや俺もだってあの淵に言われるぐらいに、はい、ライキはまあ奥手だからなあの淵に言われるぐらいそんなにってお前が言うと思ったんですけど、まあ、確かに奥手なのは間違いがないんですよ、はいはい、まあもともと、はい、極度なのかな、はい、まあ人による極度もう、まあなんだろう、人によっちゃ極度の度合いがあると思うんですけど、うんうん、結構な人見知りなんですよ俺。ライキさんですか、はい、
ただ、なんだろう、普通にしないですけどね。なんだろうな、普通に他人と喋ろうと思って、はい、なんだろう、気持ちを持ってっていうか、多分何も考えないで言ったら、なんか普通に多分何も喋れないで終わるんですよ。その場にいるだけで終わるんですけど、はい、なんか他人と喋ろうと思って言ってるから、多分ある程度喋れるっていう、はい、あれなんですよね。それで自分の中でスイッチがあるってことですか。多分そういうことですね、結局は。じゃあ僕も言ったらそうですけどね。多分そうですね、割とキヨキヨさんも俺に似たようなものがあるなってちょっと思いますね。結構似てるっすね。いやそうなんですよね。いやそうなんですよ。なんか結構、はい、集まりの場とかでは、はい、なんかまあテンション言っちゃえば上げられるじゃないですか、はい、それでうえーみたいな感じで乗り切りつつも楽しめるんですよ。そう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 なんですよ、そうなんですよ。だけどなんか、はい、なんだろう、うまく喋れるかといったら、まあ YouTuber で結構代表的な例を挙げると、はい、まあ俺結構もうリスペクトしてるんですけど、ヒカルさんとか、ヒカルさん、はい、あんな感じでもう 3,40 分、はい、なんだろう、話せるかって言われたら、まあおそらく無理なんですよね。はいはいはい、間違いなく。いや僕もですね。そうなんですよ。だからなんかちゃんと物事に対して喋るっていうよりかは、はい、結構まあテンション上げていったり、何かこういうことを喋ろうと決めていかないとっていうのがあるんですね。それ分かるっすね。ちょっとそれちゃったかもしれないですけど。でもそれでヒカルさんは、はい、その動画内でおっしゃってましたけど、はい、僕別に人見知りなんでみたいなことをおっしゃってたんですよ。マジっすか。マジっすか。はい。だからそれ嘘ついてないなっていう感じはしたんで。なんか逆にまあそれはなんだろう、俺らよりも強めのスイッチを持ってる感じがする。そうですよね。だから僕パーティーとか行くと、なんだろうな、その楽しめるんですよ。結果的にめちゃめちゃ楽しめるんですけど、はいはいはい、最初の方とかやっぱりちょっとどうしたらいいんだろうってなっちゃって、喋れなんかシュンとしちゃうっていうのがあるんですね。そうなんですね。ちょっとリプレイを。確かに。リプレイを。まあでも僕結構、はい、なんだろうな、どこ行っても、はい、友達とかとどっか行くと常にパーティーな感じがするんですけど、なんかそう人見知りっていう面ではパーティーで知らない人がいるとちょっと怖いってなっちゃうんですね。いやなるっすね。だから俺も結局は自分からはアクション起こしてないですね。ただ最近その運がいいことに、はい、成人式があって、あー出た。そうそうそう、なんかいろんな人と写真撮って、うわ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 それはまあみんなあると思うんですね。まあまあ確かにあります。まあみんなあるんです。たまたま成人式があって、はいはい、それでまあ割となんだろう、友達の輪というものは結構その女友達とかはもともと仲良くて、中学の頃は仲良くて高校入って連絡とかしてないけど、またそれでこれを機に連絡するようになったぐらいはいるんですけど、でもやっぱりなんだろう、彼女までに発展させるには全然至らないんですね。言ったら彼女ができるが 100% だとしたら、ほんと10か20ぐらいなんですよ。はいはい、10%言ったら。そうなんです。でもちょっと僕ライキさんと近しいもの感じるんですけど、はい、その盛り上げ隊で終わりません。いやそうなんですよ、結局は。いやそうなんですよ。いやマジでそれには激しく同意するんですけど、盛り上げ隊、マジでそう盛り上げ隊なんですよ。でも僕もなんかその飲みにとかご飯とか行くとしたら、はい、その盛り上げるからすごい好かれるんだけど、はい、彼氏か、うん、彼氏までには行かないみたいな、言いたいみたいな、ね、あるっす、あるっす、あるっす。で近しいもの感じるんですよ、ライキさんに。いやそうそう、ほんとそれっす。あるっすよね。あるっすよ。なんかもう本当に、はい、なんかそういう場には呼ばれるんですけど、はいはいはい、まあ、実際そのなんだろう、ちゃんとイチャイチャするというか人はやっぱ別のところでなんですかね、違うんですよね、まあ、そうなんですよね。それをやったらもう何もできないですよ、僕は。そうなんですよ、確かにそれを言ってしまってはまあ仕方ない。ただそういうキャラであるってことは、はい、そういう、まあそれはそうなんですよね。そうですね、それはそうですね。まあだからちょっと得してますよ、でもそれは実は。まあそうですね、まあそもそも呼ばれないっていう人も中にはいるとは思うんですね。だから呼ばれるって時点で得な役割ではあるですね、はい、呼ばれるんですか、そもそも。ああ、呼ばれるでも難しい、それは。僕まあ、逆に誘う側っすね、僕。あ、俺もまあそうっすね。誘って6人とかで、まあ、呼ばれる側というか、そうっすね、はい、なんだろう、入れるめっちゃ悲しい話であるっすけど、はい、まあ、入れる、その輪に入れるじゃないですか。あ、輪に、まあね、はい、そうっすよね、そうっすね、うん、まあ、入れること幸せですから。そうっすね。いやー、なるほどな。そういうことですね。なんかもうすごい。そうなんです。いやでもなんか無限に喋れるんですよ。無限に喋れるんですね。確かにこの感じに関して、はい、めちゃくちゃその喋ったことがないから結構ポンポン出てくるんですね。確かに、まあ、だからなんだろう、彼女を作るにはまず自分からアクションを起こさなきゃいけないっていうのは、まあ、それ大前提で、はい、
それとあとなんすかね、あ、まあ僕そのアクションっていう話に戻っちゃいますけど、僕まあしてないっていうのもそうですし、はい、なんかこうあと 1,2 年はしない気がします。あ、逆に、いや、なんかそのだから、そのいや、もちろん彼女いたら楽しいんだろうなって、はいはい、めっちゃ思いますけど、それは間違いないです。なんかそ毎日のことを考えると、はい、そのね、なんか、あ、まあ連絡取り合うとかそういうことですか。いやー、なんか忙しくは別にないですけど、はいはいはい、なんかこうアクションして、はい、欲しいぜムンムン、うわーおりゃーっていう感じではないんですよね。なるほど、そもそも今、あ、そもそもっすね、そもそも欲しすぎうえっつってえー、何姉ちゃん空いてるっていう感じでもないんですよ。いや、俺はでもそこまではいけないです、そもそも。いや、でも彼女欲しいっていうのはあるんですけど、もともとあるんですけど、はい、でもやっぱりなんだろう、そこまではいけないですね。あ、そうなんですよ。まあ例えばライキさんの欲しいパーセントが例えば 80% だとするじゃないですか。はいはいはい、ワンチャン僕30とかもしますワンチャン半分以下、ワンチャン半分以下、なんかそんな気もしちゃいますからね。そうっすね、確かにそうかもしれんすね。でもそしたら、はい、例えばですけど、もうね、来年、まあ今年か、はい、例えばプロクララプロリーグあるとして、はいはいはい、なんかその、うん、毎日毎日練習の日々じゃないですか。まあ確かに確かに。で、じゃあ例えば10時から例えば17時まで練習して終わった後、はいはい、例えば家でちょっと YouTube 活動もします、うん、なった時もうほぼ忙しい、まあ、確かにそれはそうですね。言ったら、はい、土日ワンチャン時間空けれるかみたいな、平日はほぼ無理みたいになりますよね。なるほどっすね、うん、そうなるとなんかこう悲しませちゃう説が、だから僕まで考えるとやはり難しい。おすすめするのなんかそのプロゲーマー界隈の同業種とかいいんじゃないですか。あ、逆にライクさん、はい、逆にその例えばなんで今の20歳付近の方と付き合うと、はいはいはい、え、なんなの、なんかうちの来季はさ彼氏カレピッピなんだけどさ全然会ってくんないんだよねみたいになっちゃうかもしれないですよ。それはそれあると思うんですよ。確かに、でもないとは言い切れないですね、はい、間違いなく。ワンチャン、うん、マネージャーさんでいやもうシンプルにもうシンプルに言うと無理っすよ。それは無理っすそれは無理っすよ。いや、もう理解あるじゃないですか、言ったら。いや、理解はあるっすね、間違いなく、はい、もう応援してくれてるっていうのは本当に伝わるんですけど、はい、それは無理ちょ、僕的に結構ぶち込んだつもりでぶっ込んでしまいましたついに。それ逆に俺が、はい、ジャスカーって言っても逆にでしょ。逆によくないっす。逆にじゃあ反省やめよう、カットしてほしいって思いますね。ほぼカットないっすよね。うん、なしです。もうほぼカットなし。なし、しかもなんな入ってないと思います、カットは、はい、終わっちゃった。なるほどっすね。いや、そうなんすよね。じゃあもう結論、だってお金の話もありますから、はい、まあ確かに確かにそうだ。じゃあ結論、ここで結論を出しておきます。結論、結論お願いします。結論、結論はやはりまあ今までのこの話から言うと、はい、まあ、自分から動かなきゃいけないと、うん、まあそれ動くにはどれだけ今その彼女が欲しいか、度合いですよ、度合いですね。はい、まあ、そもそもなんか前ツイッターで見たことあるのが、はい、なんか彼女っていうのは欲しいから作るんじゃなく、はい、みたいな、そういうなんだろう、もう哲学って言われると、もうちょい話膨らませて僕最近、まあ、ある、まあ、いろんな人と喋ってて、はい、割と自分の中でそのこう腑に落ちたんですけど、はい、そんなに仲良くない状態で付き合うと気使って、あ、確かに気使うのは良くないですね。確かにもう最低限、うん、はい、気使わないぐらいまでは仲良くなっておきたいっていうのはありますね。だから僕結構そういう節があるんですよ。あ、その気使い、まあ、な元な気は使ってる方だと自分で言っちゃうんですよ。いや、だって俺最初キヨキヨさんち行った時に、はい、めっちゃなんかもうこれ大丈夫ですかみたいな感じでめっちゃ気使ってくれたって俺記憶あるっす。あらあらあら、これいい話、本当っすか。これいい話、これいい話、いい話。でそれの状態で多分付き合うと僕多分長続きしないんだなって思いますね。あ、なるほど、だから仲良くないと多分むずいっていうのはありますね。確かにそれはありますね。でも今から、はい、じゃあ毎日例えば練習がある中とか、はい、毎日動画作ってる中で、はい、めちゃめちゃ多くの時間を共にする女性がいるかっつったらないんですよ。まあ確かにそうですね。で、じゃあ逆に同業種になりますっつったら、はい、同業種全員忙しいんですよ、当たり前ですけど。まあまあ間違いないです、間違いないです。もうね、
無理です。より無理です。ダメ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 です。ダメです。それはダメ。いや、僕は欲しいんですよ、でも。あー、だから、まあ、一気にまず自分からアクション起こさなきゃいけない。結局、まあ、心、はい、どんな感じって具体的に言うのはあれなんですけど、もともと、まあ、大まかに言うと成人式でこの子には話しかけたいなって子はいたっす。いて、しかもちょっとは話したっすけど、はい、やっぱりなんだろう、めちゃくちゃ深くは話してなくて。いやーですよね。なんですよね。だから結構、まあ、いつも通りじゃ、はい、いつも通りな感じで行って、はい、まあ、そのまま、そのスーンって今なんもないです。いや、まあそうなんですよね。だから本気を出せばって言い方はあれなんですけど、はい、まあ、話しかけるつもりなら、まあ、今からでも LINE とかできるわけじゃないですか。確かにそうですね。便利な時代なんで、はい、だけど、まあ、やっぱり奥手を棒奥手がもうしょうがないですね。だから、まあ、自分からアクションを起こさなきゃいけないってのはまずそう。だから無理とかはやっぱり言われたわけじゃないんで、言われたらもう、はい、お前無理って言われたら、あ、確かに、おおってなるけど、確かに言われたわけじゃないから、まあ、可能性ゼロじゃないですか、誰でも。しかも僕ら幸いなことに、はい、まあ、言ったらもうすぐ20ですかね、はいはい、まあもう22になりますけど、もう少しで、はい、その今は全員結婚とかしてないじゃないですか、ほぼ間違いない、間違いないです。だから僕に5年後6年後になると、あ、結婚してんだみたいになって、確かに選択肢がどんどん減ってくるんですよ。うん、まあ、それは選択肢って言い方すごい、確かに良くない、言葉選ばずに言うとそういうことですよ。まあ、確かにもうより今はそのなんだろう、選択肢っていうか、まあなんだろう、まあなんつうんだろう、いけなんかアタック、自分からアタックできる人が多い中でも今はできてないけど、5年後さらにその確率ではないですけど、行ける人が減ってくるってことですよね。あの人本当に好きだってなって、はい、なった瞬間に、あ、でも結婚してるらしいよって、終わったーってなるってことですよね。終わった。結局はまあアクション起こさなきゃいけない。まあ、曲の、やばい、次のあれがあるんで。ごめんなさい。やべえ。17分経ってるからやべえ。グラム続きだ。まず、はい。結論は、まあ、自分からアクションを起こさなきゃいけない、はい、でもしかも時間もね限られてると、確かに言うから、まあその付き合いで度合いによって、あ、まあそのなんだろう、もう時期を早く行くには越したことない、多分この後。マジそう思います、ね、今がもう毎日明日になっても、明日がってなって、もう今が一番いいのかもしれない。今が旬。僕が今旬ですよ。毎日が今が旬なんですよ。だから行かなきゃいけないっていうのが、まあ結論ではありますね。確かに。ってことですね。とりあえず一旦結論で。でまたね、この多分、まあ、新しい試みなんでどうかわかんないですけど、はい、好評ならまたね、確かに第2弾としてやりたいと思いますね。確かに。リプレイ終わってる。ライキさんのリプも貴重ですから、だって。これあれです。あの韓国の TNT 選手と。え、マジっすか。まあ。さあ2個目はですね、はい、まあ、マジでガラッと変わるんですけど、はい、これはもう彼女がいたらとか関係なく想定してほしいんですけど、はい、もし今手元にね100万円があったらあ、来た。でしかもそれはなんだろう、まあ、貯金するとかいう選択肢もありちゃありですけど、はい、もう使える、もう自由に使える、何も考えなく、はい、今貯金がないからこんだけ貯金してとか、そういうのは気にしないで、はい、もうなんか100万円今、はい、手元にあって全部自由に使える100万円がありますと。もういきなり降ってきたわけですね。いきなり降ってきて、もうストーン今降ってきましたすげえな、はい、でその100万円をどう使うかですね。どう使うか、なんかこれね、前ね、最近ね動画出したんですよ、僕。なんか雑談、そうか、動画、これそれについての動画出したんですけど、はい、なんかあの雑談の中でちょろっと言ったんですけど、はい、まあ僕は、はい、まあそれ見た方も多分いらっしゃるかと思うんで、僕まあ簡潔に言うと、まあ、僕はもう服に全ぶっぱしたいです。服全ぶっぱすか。で1日で使います。マジっすか。で貯金とかも一切せず、うん、もう例えば新宿高島屋なのか表参道なのか分かんないですけど、なるほど、もう行ってバーン払って逆にですけど、こういう状態、服はなんだろう、どのくらいの、例えばですけど極端な例は5万円の20個買うのか100万円の1着買うのか。ああ、それ面白いっすね。そうですね。僕はあれ、5万円20着派ですけどね。いや、俺も間違いなくそれなんですよね。結局はでも思考が5万円、俺らからしたら、はい、ですけど、まあ当たり前ですけど1着5万円の服って、まあ、T シャツか分かんないですけど、はい、何か分かんない、コートかもしれないし T シャツかもしれないけど、はいはいはい、まあ高いじゃないですか。高いです、結局は。
まあなんかなんだろう、結構ダウンとかってやっぱ高いイメージあるけど、ダウンで5万でもなかなかの値段じゃないですか。なかなかの値段ですよね。だけどなんかそれをやっぱり100万円一着って逆になんか着れないです。着れない。クロコダイルのなんか革。そうそうそう。しかもなんか100万円ってぜの服って、うん、なんだろう、あいいなあれいくらって100万円ってなるんじゃなく、はい、5万円だったら多分なると思うんですよ。その T シャツあかっこいいねいくらって5万円って言ったら、あ結構高いねってなると思うんですけど、はいはいはい、なんか100万円の服って多分もう100万円ギラギラ100万円がもう多分出てます。うわ高そうだなお前それいくら、確かにで100万円ってうわーなんかもういやらしいっすよね。そうなんですよね。僕たちからしたらまだ100万円の服は着れねえ感じですね。あれまあそれ服って言いましたけど、はい、僕はファッションってことですね。あまあまあなるほど。靴とか靴もあります。なるほどなるほど。全然あります全然あります。まあ確かに。いや俺大木さんどうなんですか。いや俺はなんだろう、マジなんとなくすげえ安直かもしんないですけど、はい、ハワイに行きたいです俺。うわー安直きたいや待って安直きた人類の夢だと思うんですよハワイ。ああでも僕も行ったことないっすね。行ったことないっすか。ないっすね。マジっすか。俺も行ったことないっすけど、はいはいはい、まあ、言っちゃえばそれで言っちゃえば、はい、初の海外に行ったのがそのクララリーグなんです俺。今までパスポートすら持ってなくて、試合で台湾行くからパスポート取ってくださいってなって初めて取ったんですよ。なるほどなるほど。だからなんだろう、まあ、台湾とか韓国も普通になんだろう新しい感じの経験がいっぱいあり楽しかったんですけど、シンプルにハワイに行きたいですよ。ハワイのもうなんだろう、ハワイのビーチで寝転がりたいですね。ハワイに行くって多分、まあ、夏行ったら多分数十万とかかかっちゃうんですけど、まあ例えばですけど、まあ春とか、まあ、はいはいはい、わかんない冬に行くのかわかんないですけど、まあ、ちょい寒い時期に行ってうわったけが割とかなと思って。でも安いじゃないですか。そしたら、まあ、言ったら100万円全然かかんないですね。なんなら、まあ、行って帰ってくるだけで、はい、言ったらもう別に20万ぐらいで、まあ確かに確かに確かに、まあ、20万って相当な価格ですけど、100万円あるとしたらそれで言うと、はい、まあそうですね。俺もまあいやマジでこれ聞いたからとかじゃないんですけど、はい、普通になんか服とかに使いたいっていうのはちょっとあるんですよ。ライキさん好きなんですよ服。そうですね。そうですね。割とナースで毎日毎日でもやっぱ靴とか服とか今持ってるよりもワンランク全部全部する。あ全部、まあ、財布時計、はい、靴服全部なんだろうちょっと今あるのが、まあ、例えば1万円だとしたら、はい、まあ、3万、4万、5万っていうのを全部ね、そういうのをいっぱい買って、まあ、ちょっとずつね、ランクアップさせたものを何個か買いたいなって思います。ライキさんって、はい、なんかこう、買い物するとき、はい、ランクアップっていうのをすごい聞くんですよ、僕。というのは、なんかその雑談の中でこれ言っていいのかわかんないですけど、はい、その、最近どこにお金使うんですかみたいな雑談してたんですね、ご飯とか、はいはいはい、で、あの…ごめんなさい最近その財布とか、はいはい、なんか前使ってたやつよりちょっとランク上げたんですよねみたいな話をしてて、確かに確かに、なんかそのランクアップランクアップっていう感じなんですか。考えようによってはもう財布とか、はい、長く使うものはもう一流を買ってそれを長く使うっていう発想もあったりするじゃないですか。でもそもそもなんですけど、はい、やっぱりなんだろう毎年というか、まあ、季節によってなんだろう本当にこれに関してはあるあるだと思うんですけど、はい、俺去年のなんだろう、まあ、夏過ぎてまた冬が来た時に、はい、俺去年こんな服着てたみたいな あるあるじゃないですか。あります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 もう何これみたいな、なんかダセーみたいな、ダッサーみたいな、たまにそうこれダッサー、これ俺去年着てたみたいな。あ確かに。いや毎年起こるんですよ必ず。あーそれいいことっすねそれ。そうなんですよ。だから、はい、結局はもしかしたらですけど、まあまあめちゃくちゃ高いな、例えば20万ぐらいの財布を買ったとします、はいはい、それをなんだろうな、やっぱりちょそれを5年とか使うってなって、はい、なんかやっぱちょっと新しいの買いたくなっちゃうんじゃないかなってなるんですよ結局は。確かに確かに確かに。だからなんだろう、買いが効く程度にってなるから、はい、極端に高いものは逆にうわっうわってなっちゃうんですね。なるほど。でしかも、はい、なんだろう、焼肉行くとか例えばなった時に、はい、なんか10万円のコートとかあったら着たくないじゃないですか、はい、あーでも確かにわかりますでその値段が高すぎてなんか確かになんか着ていきたいのに場所を選ぶとかそういうのも嫌なんですよ。あー確かにな、もうガシガシ使いたい派なんですよね。そうなんですね、うん、だからそうなんですよね。あそういうことか、はい、でもそれはちょっと感覚がだから今こう、はい、毎日毎日レベルアップしていって、はい、なんか
研ぎ澄まされていって自分がどん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 こう進化してるってことですよね。だから一個をやっぱ極端に上げるよりも、うん、ちょっとずつまあランクアップっていう感じでいきたいな。まあ時計とかもちょっとやっぱなんかちょっとだけ高い、今つけてるのよりも高いのにするとか、はいはいはい、いいやつにするみたいな。そうそうそう、確かに中学生の時って、はい、もうドクロがかっけえみたいな感じあったっすから僕。いやもう二度と見たくない。二度とドク、中学生の頃着てた服を二度と見たくない。いやばい、だって英語ブーって書いてちょっとキラキラしてて着てましたもん。あったよ、本当に。まあ、今でこそ謎にコーンですけどね。まあ確かに、あの着心地がいいんで、はい、Amazon で売ってます。ありがとうございます。僕販売じゃありません、はい、勝手に売ってるだけです。なるほど、なるほどっすね。ですだからまあ私利私欲にもうぶっぱしたいっていうのありますね、はい、ありますね本当に。だって人生において100万円新宿高島屋で、はい、あんま使う人いるか、いるけど、まあ、いるはいるっす、ね、まあ普通できなさそう、まあ普通、あまあ普通じゃできないっていうのがあるんで、はい、一発どでかい花火を打ち上げたい。そうですね、だからなんだろうな、結局まあちょっとまあ多分2人の、はい、まあ、例えば一番なんだろうな、まあ見てる側からして望んでる意見は、はいはい、これをもう100万に使いたいですみたいな、はい、100万のものを買いたいとか多分そういうのだと思うんですけど、結局はちょっと夢がないかもしれないですけど、はい、結局やっぱなんだろう、今までの生活から一気に抜け出すことはできないんですね、はい、なんだろう、逆に100万円で一気に抜け出すこと難しくないですか。確かに確かに。いやっていうとなんかすげえなんかいろんな誤解がありそうですけど、というのはそう、僕らやっぱ機材とかで結構お金かかってるっちゃかかってるんで、うん、そうですね、なんかそんな、なんだろうな、ねえ、ねえ、うん、なんかその100、1億来たら、うん、確かにちょっと別次元にはなりそうな気がしますね。例えばハワイに家も建てられるじゃないですか。まあ間違いないです、ね、あれ建てられないか、まあ、だから100、ハワイに家は変えたりしますよね、部屋とか。まあ、そうですね、わかんないですけど、うん、逆に1億持ってても多分あんま変わんないっすよ。ああ、まあ確かに。なんかもう本当にこれで言っちゃうとマジで夢ないかもしれないですけど、はい、あのドンキとかで、はい、あの家に足りないものすべて、はい、少しでも欲しいと思ったものをすべて買ったりとかしたりする100万円例えば。ああ、なるほどっすね。ああ、まあそっか。でもそれで言うと僕はあの物増えるの嫌なんで。あ、マジっすか。ああ、なるほどそれ夢ねえな夢じゃない、物増えるの嫌なんで100万円で何買うって言ってるのに物が増えるの嫌だなんだ夢ねえな。夢ねえな。そうっすね。まああとワンチャンスけど、はい、なんかカジノで大爆死みたいな経験もしたいっすね。あー確かに。なんかよくツイッターとか見てて、はい、なんか YouTuber 結構言ってたりするんですよ。あ、そうなんですか。なんかはい、なんかそのなんかラスベガスとか。いや、いいな。あ、でも確かに俺なんなら大爆死したくないですか。いや、そう俺らがカジノに行くっていう感覚が、はい、俺今言われて、ああ確かにそれもあるなっていう選択肢にまずなかったっすね。まずは、はい、金を使う選択肢が多分今まで普通に暮らしてきたじゃないです か、うん、だから狭いのかもしれないですね、俺らからしたら。まあ、言っちゃえば何かを買うか、はい、旅行するかしかなかったじゃないですか。あ、選択肢が2つあったって。その2つだったけど、なんかカジノって言われたら、ああ確かにそれもありやな。はいはいはい、はい、そしたら、まあ、俺今のところは旅行、はい、物、カジノってなったんですけど、もしかしたらなんか他にもあるかもしれない。確かに、実はあるかもしれないですけど、はい、まあカジノも確かにありっすね。ありっすよね。やってみたくはありますね。とかワンチャン、例えば5歳年上になったら、はい、こう車欲しいとか、ああ出てきそうですよね。かだから車も選択肢に入りますし。確かに俺前のなんか職の時は車とか結構欲しいなと思って見てたりしたんですけど、はいはいはい、今になったらやっぱ電車通勤じゃないですか。ですよね。全くいらんすもんね。東京いたら、そうそうそう、いらないくらい、ね、欲しいと思わないです、全く。ああ、なるほど。でしかも絶対維持費とかクソだけじゃないですか。まずなんかその駐車場代もあるし、そう、駐車料金もあるしガソリン代とかももちろんあるじゃないですか。はい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 。まず駐車料金で多分普通に月何万も持ってかれて、ま、満単位ですね。満単位ですね、間違いなく。しかも本当に1ヶ月でまず何万っていう感じじゃないですか、はい、それを無限に繰り返していかなきゃいけない。今後買ったら高い、ね、車をしかも何十万何百万下手したら何百万出して買って、ね、で維持費で毎月何万も何万も払い続けて、ガソリン代あり、移動した時の駐車料金もあり、あー確かに、
いらんっす。まあでも人にまあよりますよね。確かにそれに関してはそうですね。逆に僕らご飯好きじゃないですか。うんうん、逆にいやご飯なんでそんななんか例えば美味しい。あ確かにそれもある。ご飯それもある。あご飯ですか。そうだ。100万円ご飯。100万円ご飯も食って俺ばっかみたいに梅肉とか食ってみたいですね。今まで人生で食ったことない寿司とか肉とか。え行きましょうよ。いや行きたい。ちょっともう例えばもうあの1ヶ月豪遊するの我慢して。はい。とか行きましょう。より YouTube 頑張って。それだそれだ。そうだ。我慢はダメなんですよ。そうだ。そうあの我慢節約は。それもだって最近俺とキヨキヨさんが、はい、やべ太ってきたなっつって。はい痩せる努力はもちろんしないんですよね。はいはい。俺なんかもさっき言ってたのが、はい、痩せるわけねえだろって言われたんですけど、あの何の努力もしないで痩せたいです、はい。そうですよね。だからちょっとサプリとかないかなっていう話をしてたんですけど、最近ね実はなんですけど、青汁始めて、あ出た。それで俺なんかこう検索してて、はい、あのなんか何ヶ月何キロ痩せたみたいな。マジで？マジでと思って。変な薬入れてるんですか？市販のやつ。市販。だからなんですけど、いやなんか、YouTube 頑張って美味しい。だ。肉食いて。肉食いてえし今腹減ってるから多分何でも食えるっていう感覚だと思うんですけど肉も食いてえし寿司も食いてえし寿司いいっすねもっと頑張ってもう自分の殻をどんどん破っていくっていう前田社長のね言葉ね前田社長俺ら前田社長だって前田そうリトル前田社長がいるリトル前田社長だそれ謎っすねさあ30分ってことですねやばいでも30分動画っすねこれ30分動画だってことで、まあ今日はね、こんな感じで語っていったんですけどね。はい、まあぜひ、まあちょっと長くは、いつもに比べたら、まあちょっと長くなっちゃったけど、バイバイまあぜひね、まあここまで聞いてもらえた人とかもね、まあ少なからずいると思うので。そうですね。まあありがたい、ありがたい。勉強、はかどりましたか勉強はかどらせてください。センター試験頑張ってください。頑張ってください。受験生見ちゃダメかな。確かに。クララはしながらとか見てほしかったですね。ってことで、まあ今日はこの辺で終わるんですけどね。またね、こういう動画も結構また新しい試みとして、いろいろなことに関してまあ話し合っていくみたいな。うん、結構ね、割と喋ってた感じすぐでしたね。30分。すぐ、いや、マジすぐ。マジすぐですね。もう。逆に続編出る、その見極めはどうしますか？あ人気だったな人気だったなかもしくはちょっと長いってコメントがあったら議題今回2回だったけど、はい、1つにするとかああでも逆に僕長くていいと思いますけどねああそれはそれで逆に、まあ、確かにそれはありますね俺もなんか前ちょっと30分動画とか出した時も、はい、割となんかいいっていう意見をもらえたりしたんで、はい、まあちょっとコメント欄とかで、ね、まああと高評価の数とか、を参考にしつつ、まあちょっと意見も取り入れつつでやっていきたいなと思います。お願いします。お願いします。ってことで、今日この辺で終わったんですけど、これは4本目ですね、今日の。ありがとうございます。キヨキヨさんのチャンネルで、2本と僕のチャンネル2本撮らせていただいたので、ぜひね、そちらの方までチェックしていただければなと思います。なと思います。まあ今後もね、こういう感じの、新しい感じのね、やつやっていきたいと思うので、まあぜひそ、チャンネル見てください。もしよければね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いいたします。ってことで、今日は終わります。それでは皆さん、むしゅん！あーしゃ！